ました。おお、用意してくれたのはありがたいよ。あ、そうじゃ、わしは徳川家康、服部半蔵忍者隊の徳川家康もあるが、おう、さよ、三英傑としてこたびは出陣しておるぞ。楽しんでおるか。さあ、実はこの三越なるものは、うん、わしが回復した江戸にて大きくなったものである。おうおうおう。さあ、そしてこの後は対応何回出すと名古屋の百貨店文化、そして全国の百貨店文化を支えた抹茶が上がりも、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 さようにござる。昨日ほどの百貨店の文化の中で最も高いだけだと販売の理由のメッセージを一つの抹茶が上がりThank you.
と南部高校から登場と大迫力ですね。あっちの大谷商店街からあっちの大谷でございます。
名古屋祭りの衣装を身にまとい登場です。今年の衣装のコンセプトはワギャル・イダナちゃん。この衣装は名古屋市立桜台高校ファッション文化科の生徒30人が約30日間をかけて制作いたしました。この後生徒の皆さんがナナちゃんと一緒に行進いたします。続いてやってきますのはスポーツ文化パレードです。スポーツで全国世界的に活躍した個人新人文化活動に関する団体などが名古屋祭りに行列に参加いたします。名古屋祭り行列の大トリを務めるのは京都名鉄行列です。テレビ愛知の天野七海アナウンサーが先導者に乗り京都名鉄行列をご観覧の皆さんに解説いたします。考察を掲げた先達隊の後に続くのは過去に三英傑を演じられた英傑隊の皆さんです。次にやってくるのは立林隊です。名古屋市地域女性団体連絡協議会の皆さんが揃いの浴衣に身を包み紅葉を手に息ぴったりに踊りを披露します。画面が反射したよ。信長が飛んで秀吉がついた剣と道を明暗がまるで永久平和を願う物語をお囃子で表現しています。その後は皆さんお待ちかねの京都名鉄行列を開く三英傑がやってまいります。前進を切るのは織田信長隊。馬に乗って現れるのは天下統一に向け断続的に向けた織田信長です。
力入っとるよ。